こんにちは。タブーされてる性の知識を大人に広める滝本一華です。今回は前回に引き続き産婦人科医の茂見大輔先生と一緒にお送りいたします。茂見先生、今回もよろしくお願いいたします。お願いします。前回は決定版本気で生理を軽くする方法ということで、世の中で噂されている生理に関する情報の嘘と本当と、エビデンスで確立された本当に生理を軽くする方法をご紹介しまして、生理に悩む方はものすごく役に立つ動画になっていますので、ぜひそちらもご覧ください。今回のテーマは、よくわからなくて不安、婦人科検診ですることしないことをご紹介しようと思います。女性は2年に1回子宮頸がん検診が推奨されていて、市町村から費用の補助も出ているんですが、子宮頸がんの罹患率などはどのような状況なんでしょうか。子宮頸がんというのは子宮の頸部という場所にできるがんなんですけれども、まず実際の数でいうと、日本では年間で約1年間に1万人ぐらいの方が新しく診断をされて、で、これは年代幅広いですが、亡くなる方が年間に3000人ぐらいいます、で罹患率っていうと、これはいろんな切り口があって難しいんですけども、例えば女性が生涯ですね、一生の間に子宮頸がんにかかる確率って考えると、いろんな数字を試算するとおおむね、今は2から 3% ぐらいというふうに言われてますので、なんか決して 0. 何%の珍しい病気ではないんですね、検診の受診率が2022年で 43.6% っていうのを見たんですけど、昔よりは上がってきてはいるものの、アメリカだと 80% 以上なんで、だいぶ受診率低いですよね。そうなんですよね。平均するとそのぐらいで、例えば大きめの企業とかの、会社員の従業員の方に向けた検診とかをやってるところはですね、そこではもう 100% みたいな数値出たりするんですけども、やっぱり、なかなかちょっと受診できない方だったりとか、あんまり、ちょっと仕事忙しくていいやってほっといてる方も含めると、平均するとそのぐらいに下がっちゃうっていうのがありますね、受診しない理由のアンケート調査では、受ける時間がないとか、健康状態に自信があり必要性を感じないっていう理由もあるんですが、特に未婚者の方では検査が恥ずかしいからと答える割合が最も高かったっていうデータがあります。婦人科検診ってやっぱりプライベートゾーンを見せるので、どうしても恥ずかしいって思う女性は多いですし、このカーテンで仕切られることが多いので、何をするのかされているのかっていうカーテンの向こう側はこう分からずに、不安なまま検査を受けている方も多いんですよね。これは考えたくないんですけど、医者がセクハラ目的で検診するわけないだろうと思いたいんですが、実際にニュースで医者が診察中にわいせつ行為をして捕まるっていう事件が起きているのも不安を助長させますし、受診した後にあれは必要な行為だったのかと悩む女性もいまして、実際に私のもとに、これはみんなが受けているやり方でしょうかというご相談が来ています。なので今回は具体的に婦人科検診、特に子宮頸がん検診では何をするのかを実際に使う器具なども見せていただきながら解説していただこうと思っています。何が医療行為として必要なことか、どういったことは医療行為としてしないことかっていうのが分かれば、安心する人が増えて受診率の向上につながるのではないかと期待していまして、一連の流れについてと、さらに女性の視聴者様から来ている疑問も伺っていこうと思っています。子宮頸がん検診時のもう入室前の段階から伺っていこうと思うんですけど、まず問診票を書いて問診しますよね。で、内診の前かとかは病院によると思うんですけど、月経状態、最終月経、婦人科手術の経験、低用量ピルやミレーナなどの使用、あと分娩歴などは必ず書くと思うんですけど、婚姻歴や性行為の経験、あとは現在のパートナーの有無などは聞かれることありますか？そうですね、今回は婦人科検診ということなので、婦人科検診も実はいろんなケースがあります。例えばクリニックに行って、先生にやってもらう場合もあるし、保健センターみたいなところで、検診だけ受けますという場合もあって、若干仕組みの違いがあるんですけども、今おっしゃっていただいたような、まず婚姻歴は、診察自体には特にいらないので、通常必須にしてないところが多いと思います。
それから性行為の歴なんですけども、これは実はですね、婦人科の検診、診察には結構大事なので、まあ、多くの場合は聞いていて、聞いてない場合にも私は心配な方には直接確認をするようにしていました。であとは、現在のパートナーというのは、例えば生理が来ませんって言って受診した場合はですね、それはいろんな問診しますけど、検診だけであれば通常必要ない情報かなと思います。私の友人は子宮頸がん検診を受けに行った時に性行為の有無を聞かれてないと答えたら受けなくていいですと返されたことがありまして、性行為の経験がない方っていうのは子宮頸がん検診は受けなくても大丈夫なもんですか？子宮頸がんというのはがんなんですけれども、がん、の中では比較的珍しく、原因がはっきりと分かっていて、ほとんどの子宮頸がんがいわゆる HPV と呼ばれるヒトパピローマウイルスというウイルスの感染が原因だと分かっています。なのでこのウイルスにかかっている人は子宮頸がんのリスクがあるというふうに考えられるんですけども、これが主に性行為によって感染が広がるウイルスになります。でも本当に社会の中にはですね、とてももうありふれたウイルスなので、これ自体珍しいことではないんですが、性行為を一度もしてないと、この HPV にかかっている確率も非常に低い、これゼロではないというのがちょっと研究で分かっていて不思議なんですけれども、非常に低いので、イコール子宮頸がんにかかるリスクっていうのもその時点では非常に低いと分かってます。なので、受けるメリットが、かなり低いという状況と、性行為の経験がないと検査するときにとても痛みがやっぱ強い傾向があるので、デメリットがすごく大きいんですね。そのバランスを考えると、通常は、その方々には絶対受けてほしいとは私たちも言ってなくて、本当に心配でどうしても受けたいですという方はご相談の上で受けます、やっていただきますけども、通常はやらなくてもいいんじゃないかっていうのが、一般的な見解ですね。次に名前を呼ばれて入室します。で、内診台に上がるために下半身の洋服を下着まで全部脱ぐんですけど、下半身丸裸の状態で内診台にこう自分で上がって座って足を開いて待つのが、これものすごく恥ずかしいって思う女性本当に多くって、ここの心理的ハードルすごい高いんですけど、これはなんとかなりませんか？私たちの目線から言うと、診察するからにはですね、きちんと診察をして、もちろん異常があればちゃんと見つけたいし、検査も、精度をしっかり高くやりたいという気持ちはまずあるんですね。そのためにはちょっと服を着ていたりとか下着をつけているとどうしてもできないので、脱いでいただく必要はあると。ただ何も着ないまま足を広げたまんまですね、ずっと待たせることっていうのは、当然私たちも、申し訳ないと思いますし、当然恥ずかしいと思いますので、そういった意味でのいろんな配慮とか工夫っていうのは、むしろやるべきだと思いますし、できることは意外にいろいろあるんじゃないかなと思ってます。健康診断の流れで婦人科検診を受けるときっていうのは、検査着の下だけ脱げばよくて、上でちょっと隠せたりとか、あと病院では看護師さんがタオルをかけてくれるところもあるみたいなんですけど、おそらくまだ 80% から 90% 以上はもうそのままの何もしない状態だと思うんですね。例えばこれはメディカルアンダーウェアっていう北海道の NPO 法人さんが出している婦人科検診時専用の検診パンツなんですが、このね、使い捨てのゆるっとした不織布で、この真ん中に大きくミシン目が入っていて、これを検診時に必要な箇所だけピリピリピリと結構開くんですよ。ちょっとでもいいですし、結構ここら辺ぐらいでガブッと開くので、これを自分で開けてもいいし、先生に開けていただいてもいいですし、自由に使う形で、でこれいくつか の産婦人科の病院で導入されているところもあるみたいなんですけど、例えばこういったものを持参して着用することなんかは可能なんでしょうか？診察を始めるまではですね、当然着ていただいても全く問題ないです。でいざ診察になると、さっき言った通りちゃんと見えるところは見ないといけないし、診察の器具も入れないといけないので、そこがすごく狭いエリアだとすごくやりづらくて、十分な診察検査ができないということになってしまいます。
まあ、それを考えるとですね、このぐらいであれば例えば私たちがちゃんとチェックしたい外陰部だったりとか、うん、まあ、その内側の膣だったりとかで検査の器具を入れる時も邪魔にならないので、うん、これだけ広げられるということであれば何ら支障はなく、これを使うことで心理的にですね、うん、少し抵抗が減るというんであればとてもいいんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、こういうものを持参して使っていいですかって聞くのもちょっと怒られるかもなとか、そうですね、嫌がれるんじゃないかみたいな、はい、うん、検査着欲しいですよねやっぱり、うん、やっぱ1枚あるかどうかで随分違うってことですね全然違います、うんうん、部屋を下半身裸で普段歩かないじゃないですか時間としては本当に短いし距離も全然ないんですけど、この心理的抵抗ってすごく高いので、これがあるかないかで病院に行く行かないの足がこう変わったりするんじゃないかなと思っているんですよね、うん、恥ずかしいから病院に行かないで万が一病気がねちょっとこう実はあって見つからずにいるっていうのは本当にかわいそうですから、うん、ね、はい、ね、なんかよかった、こういうあの検査着とかを病院の方で導入していただいて、うん、なんか好きに変えるみたいな形にしてもらえたら、そうですね、すごい、うん、受けやすいかなって思ったりするんですよね、うん、あとバスタオルとかは、まあ、基本はもう婦人科であれば用意してあるとこが、まあ、多いは多いですので、うん、恥ずかしいんでちょっとタオル1枚貸してくださいとかはもう気軽に医療スタッフにですね言っていただけたらと思います、うんうん、次にカーテンの有無は病院によって違うと思うんですけど、うん、カーテンが閉まって待っている状態からこう開けて顔を確認されたりすることってありますか？医療機関によってちょっと仕組みが違うんですけども、うん、まあ、従来はもともとカーテンが閉まってます、で、台に座っているとカーテンで顔が見えません、で、診察のためにちょっとこう椅子が傾いてですね足が上がっていきます、でその後もずっとカーテン閉めたまま顔を見ずに診察をするっていうのが、まあ、割合としてはかなり多かったなと思います、うん、ただ実はカーテンを開けていても閉めていても、まあ、私たちにとっては診察をすることは何も変わらないですので、うん、最近だとですね中にはもうカーテンを開けてくださいっていう方もいますし、クリニックとかによってはデフォルトで開けたままにしていて、閉めたい方は閉めてくださいっていうところも最近はあったりしますし、うん、そのあたりはもう本当希望をですね伝えていただければいいかなと思います。へー、うん、女性に話聞いていても恥ずかしいから閉めてたいっていう人と、何されてるか分かんないから開けてたいっていう人と分かれますもんね、うん、そうですね。内診の時に男性のお医者さんの場合、女性の看護師さんが必ず付き添うっていう話を聞いたことがあるんですが、これは決まりとしてあるんでしょうか？そうですね、法律レベルで決まっているわけではないです、うん、一応医師はですねその専門的な職業として、診察を一人でですねしてもいいということは、うん、これは性別関係なく決まっているので、うん、できることはできるんです。ただ当然密室でですね、男性一人女性一人で、まあ、言った言わないがあったりとか、まあ、こちらとしては何の気なくてもすごく不快だった場合に当然トラブルにもなりますので、基本的にはもうほとんどの産婦人科の医療機関では産婦人科医が男性の場合、女性のスタッフを、同室にいていただくと、うん、まあ、それはお手伝いしてもらったりとかお話聞いてもらったりもしますけども、必ず男女それだけになるということはないように、工夫していることがほとんどだと思います、はい、診察を受ける前までの段階で不安点疑問点が多すぎて、やっと実際の内診についてなんですけど、どのような手順で行うんでしょうか？実際に器具もありますので、はい、説明しますけれども、まずするのは視診といって目で見るものですね、うん、でこれはですねもちろん婦人科検診であれば子宮頸がんの検診がメインなんですけれども、うん、まあ、明らかに見て分かるような異常はやっぱりそこで見つけないといけないですから、特に外陰部のですね表面的なところ、例えば何か荒れがないかとか水泡みたいなですね水ぶくれがないかとか、出血してるとこないかとか出来物がないかっていうのはまずチェックします。でその後で、いよいよですね、子宮頸がんの検査をする場合ですね、器具を入れて子宮の入り口の奥の方にですね、専用のブラシっていうのを入れていかなきゃいけないので、まあ、そのために必要な準備をします。こちらが専用のまず器具になります、はい、通称クスコと呼んでるんですけども、うん、金属製でちょっと触っていただくと硬くて冷たいの分かりますか？そう、硬くて冷たいですよね。はい、そうなんですよ、はい、でこれをいわゆる膣の中に入れてあげないと奥の方が見えないので、これをまず膣に入れるというステップがあります。で今
触っていただいた通り冷たくて硬いので、はい、これのままだと結構痛いし冷たくてそれだけでもビクッてしちゃうんですね。ヒヤッてしますね。そうですよね。なので大体は綺麗なお湯につけてあって温めてます大体。でさらにそこで水がついているので、あの滑りがいいということでお湯に浸かっている状態で置いてあります。清潔なものですね。でこれを取ってきて、で私の場合ですね、右利きなんですけど、右手でこの後検査のブラシとか入れたいので実は左手で持ってですね、右手で、こうやって外陰部のところを開いてあげて、でこれをこう挿入していくわけですね。ゆっくり膣に挿入します。でこの時にこうちゃんとここは入り口を開いてないと巻き込んでですね痛くなっちゃうんですよ。なのでここでまず体には触ります。はい。で膣の中にクスコを入れて、これが入った状態なんですけど、ここから少しこう開いていくってことができるんですね。そうすることで奥が見えるようになります。奥を見て子宮のまず入り口の見た目ですね、ここでも明らかな出血がないかとか出来物がないかとかをチェックします。で、子宮頸がんの検査であればですね、ここで検査のブラシをですね、奥に入れて子宮をこするので、そこでですね、まあ、こういったようなブラシ、こんな感じのものになってます。はい、こんな感じの形状なんですけども、これちょっと触ってみていただくと、どうですか。あ、柔らかいですね。そうなんですよね。この白い部分の真ん中ちょっと太めで硬いんですけど、ここって実は子宮の頸部の空洞になっているところにはまるので、ここ自体はですね触れないんですね。触れないんですね。はい、なのでこの周りだけなんでかなり柔らかいんですよ。硬いものでガリガリ削ってるようなちょっとイメージがあるかもしれないんですけど、そこまでの硬さはないんですね。そう、私はこれを知るまで、本当にこういうもの、はい、金属のね、金属のヘラみたいなもので、もうガリガリしてるんだと思ってました。そこは実は違うんですよ。はい。まあ、あのこれが今もうほとんど普及している形のブラシで、こうやって開いて、でそっと入れてですね、で子宮の入り口に到達したら、ここでくるくる回して頸部の表面のですね細胞をこすってあげるんですね。スッと取り出してきて、これを検査に出しますと。でこれはもうあの終わったのでスッと抜いてですね、でその後あの一般的には内診というのも一緒にするので、この内診というのは手での診察ってことですね。なので大体、両手で片方は膣の中に手を入れて、もう片方はお腹に手を当てて、こう上と下からですね挟むようにして、こう手で触るぐらいで分かるような腫れがないかとか、それだけですごく痛みを感じないかどうかとか、子宮内膜症っていうような、生理痛をひどくするような病気っていうのは、子宮とか卵巣をベタベタくっつけてですね、一塊にさしちゃうことあるので、そういう方ってこうちょっと動かそうとすると痛いんですよやっぱり。はい、基本的にはこれでもう終了なので、まあ本当にスムーズにいっちゃえば 2,3 分で終わっちゃうと。でプラスして超音波検査をするかどうかは正直オプションであることが多いので、する場合もあるししない場合もある、カーテンを閉めてしまっていると、痛がっているかどうか分からなかったりしませんか。そうですね、あのやっぱ表情に最初声を出す前にですね表情に出やすいので、あの顔を見ておくのが確かに一番分かりやすいです。ただ例えばカーテンを閉めていても、足にですねグッてこう力が入ってしまう、太もものあたりにですね、入ってしまうかどうかとか、または私の場合はもう事前にですね、これから診察検査するのでちょっとでも痛かったらもうすぐ教えてくださいとか、言ってますので、まあ、そうすると、まあ、すぐ教えてくれますね。はい、じゃあ痛かったら、痛いって言っちゃっていいんですね。いいです、もう先生痛いですとか、この器具が入っている段階で、もう不安でしょうがないとか、もう何されるか分かんないんで怖いですっていう場合にも言っていただいて、その場合には一つ一つ説明しながら、次こうしますよ、次開きますよ、次ブラシ入れますよ、次こすりますよっていうのを言いながら、進めることもあります。ぜひ言ってほしいなと思います。診察の中で特に痛いって言われがちな場面とかありますか。この器具をやっぱり入れる時が一番ポイントになります。で、さっき言った通り入り口をちょっと開いてあげないと巻き込んでしまうので、そこはしっかり開いてあげますと。でこの器具を入れる時に、冒頭でお話しした性行為を一度も経験してないと、さすがにいわゆる処女膜というようなものがまだピンと張っていたりとか、すごく狭い方はこれを入れるだけでちょっと切れてしまうことがあるんですね。それと痛いですし血も出てしまうので、そういう方はちょっと難しいなってことがあります。ただサイズもですね実は2種類持ってきたんですけども、大体こっちが標準サイズ、でこっちはよりちっちゃいサイズ、なので
ちょっと狭いなとか痛み強いなって方は言ってもらえれば変更できます、はい、これでも診察はでき可能なんですか、うん、開くとですねこうどうしても見える範囲っていうのが狭くなるのでちっちゃい方ですね、はい、やりづらさは上がってしまうんです、うん、はい、この大きさだったらできるなと判断すればちっちゃい方でやりますし、あまりにもこれでも無理ですごくちっちゃいものしかできないとちょっと検査がもしかしたら精度が落ちてしまうかもしれませんっていうことはお伝えをした上で、まあ、やるかどうかっていうところになりますね、うん、でこの入れるところがまあ最初一番ちょっと痛めなんですけど、次はですねこれを開くところなんですね、はい、これを開くところってこれ私もですねそろそろ技術的に解決したいと思ってるんですけど、こっちはあんまり広がらないんですけど、こっちがものすごく広がるじゃないですか、はい、なので奥の方を広げるだけですごく痛みを感じやすい方はこれ広げようとした時に痛いっていう風になっちゃうんですね、うん、ただこれ開かないとブラシ入んないですので、はい、これが検査できるぐらい、まあ、開くところまで開く、うん、ここでちょっと痛みがやっぱ出る方がいらっしゃると、うん、で最後はまあブラシで擦るところですね、擦ってるところもちょっと痛み出やすいんですけど、まあ、チクチクという感じで、ここでなんかすごく激痛を訴える方は少ないですね、うん、痛いっていう時は入れる時と広げる時のこの2つのタイミングが多いなと思います、うん、個人的にはこのブラシを入れて擦っている時がすごく痛いって感じることが今まで多くて、でこういうこのブラシの形状を知らずに金属でこうゴリゴリやってるっていうイメージがあったので、もしかしたらその痛みはその想像から来てるのかなっていうのをちょっと思いました。そうですね、確かに見えないところで金属みたいなので削られてるって思ったら痛みは倍増しそうですね。しますね、はい、何回も痛いことがあったので、ちょっとみんなこれで擦られてるよっていうのを意識できれば、少し他の方も痛みが和らぐんじゃないのかなってちょっと思っています。ここからは女性の視聴者様からの質問を伺っていきたいと思います。一つ目が、内診時にクリトリスに触れることはありますか。これですね、以前視聴者様から内診時に触られたっていうふうにご相談がありまして、女医さんだったそうなんですが、やり方に疑念を抱いたということでちょっとお伺いしたいなと思ってます。結論から言うと、必ず触るわけではない、ただ触る場合も稀ながらあるという感じですね、うん、で具体的に言いますと、まあ、いわゆる検診の時はですね、基本的には症状が特に普段ない方が受けに来ます、うん、定期検診なんで、なので、そういう方にはまずほとんどしません、触りません。ただ最初にまず外陰部っていうところを目で見ますということをお話ししたんですけども、例えばその時になんか赤いなとか、うん、なんか腫れてそうだなとかっていう時は、これ痛みないですかとか、この辺違和感ないですかっていうのを触りながらちょっと確認することがあるんですね。ただその時に外陰部だったり、場合によってはクリトリスを触ることはあるんですけども、それはやっぱりその赤みや腫れがある場合ですね。それから検診ではあまりないですけども、普通の診察で、まあ、痛いですと、どこが痛いのか分かんないんですけど痛いですということがあれば、当然ちょっといろいろ触りながらどこが一番痛いのかっていうのをチェックします。その時はあり得るんですけど、まあ、検診で必ず皆さん触るかって言ったら決してそうではないっていう感じですね。問題がありそうな時には触れることはある。はい、ありますし、触れながら大体お話しして確認をするっていうことが多いと思います。はい、無言で触られるっていうことが多分あったんだと思うんですよね、うん、何の説明もなく。なそれだとちょっと疑念を抱いてしまいますよね、うん、それはちょっとお気持ちとしては分かるなと思います、うんうん、性行為のプレイ内容について聞かれることはありますか。これもですね、検診ではまずゼロですね、うん、本当に検診するだけなんで、で何かしら例えば症状があって受診した場合は、場合によってはあるというのが答えになりまして、ただ非常に限られた状況で、例えばまあ私も経験あるんですけども、夜にですね救急外来で受診された女性の方がもう血がですねだらだら出ていると、うん、でこれどっから出てるのかなと、チェックすると、その膣の、まあ、粘膜というかですね、膣の壁の部分が切れてしまっていたんですね。でそこから血が出てると、で当然痛いし、でこれは血を止めてないといけないで、この時に
なぜ傷がついたのかは私たちも確認をしないと、まあ、治療の方針だったりとか、それから例えばパートナーとのやっぱり何かが原因であれば、それ今後再発を防ぐためにちょっとアドバイスをしないといけないので、その時に、まあ、実はこう性行為最近というかこの数時間でしましたかとか、実はそういう途中でしたかとか、あとはあの本当に必要であれば、ちょっと器具みたいなものはあのプレイの中で使いましたかっていうのは、もう本当に原因を知りたい時だけ確認することがあります、うん、はい、まあ、ただその時に限られるので通常の検診ではまずないですね、うん、はい、プレイ内容を聞かれた時に検診に必要なことだよって何でも言われてしまうと何も言えなくなってしまうんですよね、うん、なんかそこの見極めというか、それが難しいなって思うことがあるんですけど、専門知識を持っている者がですね、そういった、まあ、あくどいことをですねするべきではないというのが当然前提にあるんですけども、まあ、例えば今日のこのお話を聞いていただければですね、普通の検診で無症状なのに、性行為の細菌の有無とかプレイ内容とかそういったことを聞くことは、まあ、ありえないですから、まあ、万が一聞かれた時はそれ検診では必要ないですよねと、うん、例えば別の産婦人科の先生の時は一回も聞かれてないですし、必要ないって言ってることも実は聞きましたよと、本当に必要なんですかっていうのはもう面と向かって言っちゃっていいんじゃないかなと思いますし、ちょっと医師に言いにくいんであれば看護師さんとかスタッフの方に、いや実はこういうことを聞かれたんですけど、これ皆さんに聞いてるんですかということはもう素直にぶつけちゃっていいと思います、うん、今の話とも通じるんですけど、おかしいとか不快だって感じたら、うん、どのように伝えるのが一番ベストでしょうか。お話ししてる中だったらやっぱりそれは何のために必要なんですかっていうのは、言っていいと思います、うん、で今お話したように、普通の検診とかであれば通常必要ない情報って結構多いんですね、そのあたり、特に非常にプライベートなことはですね、なので、直接聞いてもいいですし、まあ、診察中であればですね、例えばあ、まあ、ちょっと痛いので一回ちょっとやめてもらえませんかとか、あのそういったことを言ってもらえれば無理に進めることは多分ないと思うので、通常の医師であれば、あこちらからのなんか聞き方が悪かったのかなとか、まあ、ちょっと診察中にあの痛みがやっぱり実際強かったのかなとか、まあ、一旦ちょっとご本人の話を聞こうってなります、うん、で、もし本当にこの質問必要なんですかと言われた時に必要であればもちろんちゃんと説明をします。でちょっと説明不足ですいませんでしたって言います。逆にこの時になんか不機嫌になったりとか、もう全然聞く耳持たないとか、もうそんなことは君は知らなくていいんだよみたいな態度をやっぱりする医師がもしいたとしたら、まあ、それはですねもう長期的に見てもコミュニケーションと信頼関係は築けないと思いますから、まあ、正直もう医師を変えてもいいと思いますし、あの病院自体をもしかしたら変えた方が、あートータルではメリットがあるんじゃないかなっていうのは思いますね、うん、自分の体を長い間見ていただくっていう目線で見て産婦人科に通った方がいいっていう感じですかね。そうですね。個人的にあのかかりつけのお医者さんはあるんですけど、そことあの違うところを交互にあの検診の時に行っていて、まあ、この仕事柄いろんな産婦人科でどんな研修をやっているのかを知りたいなっていう思いで、あのいろんなところで受けてるんですけど、検診センターとかだと痛い思いってあんまりしたことないです。私が受けた時は 100% 獣医さんで、で痛い思いもしたことがなくて、反対にあの個人のクリニックとかに行くと痛かったりとか、あと大きな病院とかに行くとあのすごく雑な対応だったりすることが多いなと、これまあこれ偏見ではあるんですけど、ちょっと病院によって特色というか違いますよね。まあ、もちろん医師個人の、あの考え方とか工夫っていうのが一番大きいんですけれども、うん、まあ、大学病院だともうやっぱりすごく忙しい中で、例えばやらなきゃいけないとか、あの、まあ、若干うーんとそういったところのホスピタリティみたいなところよりも、まあ、命の危機にある人を助けないといけないみたいな状況が優先されてしまったりするので、まあ本当は改善してほしいですけど、ちょっとそこまでうまく配慮が回らないということはあったり確かにします。で検診センターはこの時じゃないともう受診できないとか、すごく辛くて困ってるから今しかないっていう状況ではどっちかというとなくて、まあ大体今月でもいいし来月でもいいからどこかでっていうふうになると、まあ大体獣医さんで、まあ空いてるところで選ぼうかなとなるので、検診センターもやっぱり獣医さんを置いておくことが多いですし、
まあ、大体そこで判断されるのはほぼほぼそう痛みがあったかどうかぐらいなんですよ、逆に言うと。なのでもう痛みだけはとにかく配慮してやりましょうっていうところを結構マニュアルとしても徹底しているところもあったりするので、そういったところが、まあ、しっかりと痛みに配慮してくれるっていう傾向はあるかもしれないですね。病院による特色っていうんですかね、その差もあるのかなと思うんですけど、いい産婦人科医の方や産婦人科医院の見分け方があったら知りたいです。これは本当に難しいんですよね。医師にもその得意不得意も正直人間なんであるので、全てがトータルパーフェクトみたいな人って確かにまあ珍しいんですけども、まず一つは、なんでその今病院に行きたいかクリニックに行きたいかっていうのは、まあ、多分皆さん理由が何かあると思うんですね。それこそちょっとピルを相談しに行きたいとか、超音波を見てほしいとか何かあると思うので、例えばピルを一番相談したいと思っている場合は、まずウェブサイトでですね、そのピルについて何も書いてないと本当にそういったことを普段やってない病院かもしれないんですね。逆にすごく豊富にそういったご相談に乗ってもらってるところだと、やっぱりそういったことを詳しく書いてくれてます。ピルにも何種類あって、でうちの病院では、うちのクリニックではこうやって、皆さんにとっていいものを見つけて、あげるお手伝いをしてますよみたいな、詳しく書いてくれてます。なのでウェブサイトを見て自分がちょっと相談したいことについて、まあ、どれぐらい書いているかとか、ちゃんとそこに何て言うんですかね、分量を割いてくれてるかっていうのは、まあ、受診前に確認できることかなと思います。当然女医さんがいるかどうかも見れますし、まあ、そこはまず一回チェックしてほしいなと思います。まあ、それから実際受診した後はですね、さっきもお話出ましたけど、コミュニケーションがちゃんと取れるのか、きちんとこっちの話も聞いてくれるのかとか、痛みとかに配慮してくれるのかっていうのはさすがに行ってみないとわからないので、そこは一つのポイントとして、まあ、見てほしいなと思います。で、医師のですね、専門性とか技量とか、実績とかですね、この辺もすごくそのいわゆる患者さんの目線から判断するって難しいんですけれども、変な話、すごく特殊な病気とか、珍しい状況だったり、まあ、命の危機みたいな時じゃなければですね、一般的な検診とか、まあ、ピルのこととかっていうのは多くの産婦人科は対応できる範囲の、まあまあ、基本的というとちょっと表現難しいんですけども、そういった範囲のものなので、そこまでなんか実績とかにこだわらなくてもいいんじゃないかなと私は思います。その検診とかであればですね、まあ、あと普段のちょっとかかりつけの定期チェックぐらいであれば、なのでそこはもうコミュニケーションとか、なんかこう医療スタッフの感じとか、あとはもう一つアクセスですね、普段から通いやすさっていうのはすごく大事なので、とってもいい病院でも2時間かかるっていうとやっぱきついですから、まあ通える範囲で、コミュニケーション的に問題なく、まあ、信頼ができて、言いたいことも言えて相談がちゃんとできる、そういったまあところをまずは優先してもらえればいいんじゃないかなというふうに思いますね。病気は見逃してほしくないけど、検診時のその恥ずかしさだったりとか不安だったりとかっていうのの配慮もこうどちらもちょっと諦めたくないというか、どっちも同じくらい大切なことだと思うので、でもなんか先生の話聞いてたら、さっきのすごくお忙しい病院だったりとかでは本当はどんな病院でもこう聞いてもらえたいんですけど、さっきご紹介したこういう検診パンツとかを持参して使わせてもらうっていうのが断られる可能性なんか高そうですよね。そうですね、バタバタしてるところでね、ですよね、はいはい、だけどしっかりこう時間を予約できるところだったりとか、まあ、そこまで忙しくない病院だったら聞きやすい、聞いてくれやすいのかなっていうのも思ったので、なんかその忙しさで選んでみるとか、ホームページにどんなことが書かれてるかっていうのもチェックする一つになるっていう感じですよね。そうなんです、うん、なので普段のかかりつけ医として、信頼できるところを見つけたいなということであれば、別に大学病院とか総合病院みたいな大きいところにいきなり行く必要ってあんまりないんですよね、うんうん、さっきも言った通り開業のクリニックとかでも十分そこは対応できますの で何か異常が見つかったらですね、それはもう専門機関にじゃあ紹介しますとなりますから、最初に普段からかかる、まあ、ホームドクター的なですねものはもうコミュニケーションとかかかりやすさとか、まあ、そういったところをちょっと優先的に考えてもいいんじゃないかなと思います、うん、検診の話の中でも何度か出てきたんですけど、千美先生は
男性の産婦人科医で、この SNS も積極的に行ってらっしゃるので、男性が婦人科の内容を発信してくださると、女性が発信するよりも説得力が増すなっていうのをすごく感じていて、言ってくださるのがとてもありがたいなって思ってるんですけど、ただ最近の傾向だと、男性なのになんで産婦人科医なんだっていうような誹謗中傷を受けることもあるのではないかと思うんですね。でなので、よかったら産婦人科医になられた経緯を伺ってもよろしいですか？私もですね、実際、男の産婦人科医は滅びろみたいな、ちょっとこう辛辣なコメントとかですね、SNS でいただいたりするんですけれども、きっとなんか怒りとか、なんか辛さみたいなのをですね、過去に経験したのかなとは想像したりして申し訳ないんですけれども、私自身はですね、医学生、学生の時ですね、に正直最初は産婦人科をあまり考えてなかったです。やっぱり自分の体のことじゃないので、あまりよくわからないなと、それが正直あったんですけども、学生の時に病棟実習といって、病院に行ってですね、先生にくっついて、学生としていろいろ見学させてもらう、ちょっとだけ何か、お手伝いさせてもらうということがあります。でその時に産婦人科っていうものを本格的に初めて見たんですけれども、産婦人科って女性が対象なんですけども、イコール女性の結構あらゆる困りごとに対応する側面があるんですね。例えば妊娠出産も扱いますけども、不妊で困っている方もいらっしゃると、それから若い方でも生理痛で、とても辛いとか、性感染症のこともありますし、逆にがんだったりとか更年期の方もいらっしゃるということで、年代も非常に幅広いし、困りごとも幅広い、それらに結構トータルで、対応できる、つまりお役に立てるというのは意外に珍しかったりするんですね。なんで人生の結構ライフステージを全体的にお手伝いできるという意味ですね。90歳の方がちょっと倒れちゃったりした時の治療とかって、すごくいろんな葛藤が湧くっていうのを正直感じたんです、この方にこんだけたくさんの薬を使って、もう長期の入院になって、本当にこの人のためにどうやったらなるのかっていうのをすごく考えちゃうんですね。ただ妊娠出産とかっていうのはもう迷う必要がないというか、もう絶対に良くしてあげないといけないし、もう絶対に元気にですね、産んでほしいので、なんか迷うこと一切なく全力でこう立ち向かえる、出産の立ち会いもそうですね。なので、そこに関してはすごくやりがいがあるなと思って、でそこで初めて興味をとても強く持ったんですね。でそれはもうそのまま産婦人科に私はなって、で仕事を始めた後も、そういった意味で女性のライフステージ全般に関われるし、特に私の場合には妊娠出産に貢献できるっていうのは、他にはない経験として、すごく貴重なものだなと思ってますので、そういったところが根本的にはあってですね、今も少し関わり方いろいろ変わっているところはありますけれども、まだまだいろんな課題がありますから、少しでも良くしていって、せめて次の世代のですね、また若い子たちが大人になった時にもうちょっと過ごしやすい社会にできたらいいなと思ってます。素晴らしいです。ありがとうございます。私自身、男性の産婦人科医にセクハラを受けたことがあるんですね、検診時に。でただ今通っている主治医の先生も男性の産婦人科医の方なんです。それに対して、なぜ女性の産婦人科医に通わないのかとか、と男性の産婦人科医のところに行くからセクハラされるんだというふうに言ってくる方がいて、そういう方に知っておいていただきたいのが、通いやすい病院に女性の産婦人科医がいないこともありますし、男性だからといってセクハラをするわけではないですし、女医さんだからといってセクハラが全くないわけでもないですし、丁寧なわけでもないんですね。でも男女関係なく丁寧に寄り添って診察してくれる先生のところに行きたいっていう背景があるので、なんで女性の産婦人科医に通わないのかっていうような発言は、男性の産婦人科医の方にも失礼ですし、例えばこういうセクハラに遭った方へのセカンドレイプにも当たりますので、こういった発言はしないようにしていただけたらと思っています。2回にわたり女性の性についてなかなか他では知ることができない内容を伺わせていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。もうこういった知識を得ることで、女性特有の健康課題が少しでも解消していけたらいいなと思っています。
最後に茂美先生からメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。はい、一つ前の動画ではですね、生理の、対策というかですね、どうやったら軽くできるのかというお話しましたけども、お話した通り、本当に、いろいろ今はですね、効果があるんじゃないか、期待できるというものがですね、分かってきてますので、日常生活で工夫できること、それから必要な場合にはもう医療機関でですね、きちんとそこは治療してもらえば、もう本当に世界が変わったぐらいですね、楽になるっていう方もいらっしゃいますから、これもうこんなストレス抱えてたんだ私っていうですね、なのでそこはもうぜひいろんな力を借りてですね、快適に過ごしていただきたいなと思います。でデマにはですね、ちょっと惑わされないようにね、してほしいなと思います。で今回お話しした検診のことはですね、確かになかなか普段聞けないお話で、器具とかもお見せしましたけども、ああいうことが頭に浮かぶことだけでもですね、少し抵抗も減らせると思いますし、それからさっきも言ったように、もうおかしいなと思ったら、もうそれはぜひ伝えていいと思います。そういうフィードバックがですね、ないと、正直医療者もですね、こうアップデートできないんですよ。SNS でいろんな声が見えるようになりましたけども、直接言われるってことってまだまだ少ないので、医療機関社会のためになると、ちょっと勇気を持ってですね、おかしいなと思った時は、言ってもらいたいなと思います。いろんな形で情報発信もしてますので、SNS なりニュースレターなりですね、あと本読んでいただいたりとかで、本当に知ってるだけで、回避できることだったりとか楽になることありますので、ぜひご活用いただければなと思います。茂美先生の X やニュースレターに関して詳しい内容は概要欄に掲載してありますので、ぜひチェックしてみてください。今回はお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。はい、今後ともよろしくお願いします。今回は以上です。この動画が良かったよと思った方は、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。